喰らえ、力なき者の叫びを聞く者だ。これは遠くない未来の風、これは失った自分を探す物語。さあ問いかけろ、お前は誰だ。今でも自分の半身を探している。もう見つかることのない半身。次の命令。次の命令か。まずは労をねぎらうのが先だろ。ああ、ゼロ、よくやった。トランスに対する差別主義者の犯行でしょうね。宗教、思想、政治、トランスを蔑み差別する集団なんていくらでもいるわ。トランスは世界条約で生きる上での権利だって認められてるのに。まあ、人は誰かを差別して自分が普通だと思うことで優越感を感じたい。その欲望は抑えきれないってことだな。あるいは自分と違う人間に対する根源的な恐怖。螺旋機関がこの事件の捜査をすることになった。これ所轄の仕事でしょ。私たち。うせろ。髪木取りで説教垂れるその喉笛。かっきり。まだ開かないな。そうだ、ジュレ。逃げ続けている者の目だ。お前はその眼では生きた証すら残せない。うるさい、黙れ。悪魔との契約だ。お前の命と引き換えに世界を変える。